じゃあ徳島でなんか作家以外で興味があることとか。俺はもういろんなお店に行くことっすね。おお、それは？喫茶店行ったり、お風呂行ったり、結構行ってる。結構行ってます。まずキャンプ場は行けてないですけど、キャンプやる？キャンプは、はい。キャンプっていうかもう焚き火で。一人で行くの？絶対。絶対ではないですけど、一人がいいです。一人がいいの？ダメ。ダメだ。カタカナでなんか嫌がるんだよ、それどころ。そう。すごいね、なんか。どう？キャンプとか。いや、あんま興味ない。興味ないんキだ。ャンプは。ダメだ、これ。ダメですね。ダメだ。なんかある？やりたいことですか？阿波踊りとか出たり。阿波踊り見たいですね、どっ見たちい。かって阿波踊りやったほうがいい。でもらしいですね。それは、どう？本当に耳に言われどまう？す。そんなすごいですか？あれはすごい。感動する。でも選手参加するんじゃないですか？今までは参加して、今年もできたらみたいな。みんなありがちなのは、本当にもうみんな、こうなっちゃう。ああ、伸びちゃうんですね。違う違う、下が下がっちゃう。下っていうか、手前がね。手前が上ない。基本的に。基本的にこうなる。こういう感じなんだけど、この手前が下がると本当にこの、シャッみたいになっちゃうから。なんやねん、そのリアクション。大ボケやぞ、今の。必死の。恥ずかしい。あれでそう。す。だからちょっと練習した方がいいと思います、ちゃんと。わかりました。やばい、これすごい質問入ってる。お願いします。いける？はい。自分で可愛いと思うところは？待って、じゃあ高田選手から見て、島川選手の可愛いところ。でも島君思ったんですけど、顔、なんか顔が小動物みたいな、なんか可愛くないですか？よーく見たら。なんかでも可愛らしいよ、意外と。いや、意外と。はい。実はそうなんです。じゃあ自分ではもう先あるって言ってたんで、止まってる。どうする？そうです。小動物みたい嘘つけ嘘つけ いやでも本当なんか結構怖がられるんですけど、実は結構優しいんだよっていう。可愛いと思うところ、可愛い。自分で。でも確かに風貌はね、一見ちょっとね、怖いかなと思うけど、でも顔見たら結構可愛らしい顔そしてうなんでるもんすね、よ。パーツがね。でもだからその愛想笑いとかしすぎて、ここにシワで愛きてき想て。笑いって言うな 本当になんかそう言ういう。な、言うな、絶対。じゃどうすか、自分の可愛いとこ。目じゃないですか。目。きついっす。きつい。自分で言っちゃうとこきついっすね。でも、そういう質問なんて。目、あったでしょ？じゃあ、ちゃんと目。目ちょうだい。マジこれ。目ちょうだい。はい。目ちょうだい。かわいい。かわいい、かわいい。かいいですわいい。か？いいですか？今ので、多分サポーター、多分今ので、2人ぐらい増えたと思う。か、減ったか。減りましたね。減った？はい、減りました。逆にね、ここは見てほしくない。目をつぶってほしいとか。サポーターにっていうのはないですかね。ただその人との距離感で、自分のテリトリーにこう、のうのうと入ってくる人はちょっとやめてほしいです。面と向かって言っちゃいけないんだ、それは。裏でこっそりしてくれ。ずかずかと入ってくるしかないよ。いいっすね。入るとこはいいとこない、これも。選手で一緒にやりたかった、それは。俺はあえて空気読まないってところもいいところだと思いや、もうそのめちゃめちゃいいとこっすよ。入っていっちゃう。もう最後に今季目標とサポーターへのメッセージをお願いします。まだ今季こう試合に絡むことはまあできてないですけど、どんどん自分もこう練習して成長していって、いち早くこう皆さんの前でプレーできるようになるのと、それと一緒にこうチームがもっと成長していければ、いいなと思ってます。やれることをもう全力でやり続けるだけだと思うので、多分サポーターの皆さんは心配してる方もいるかもしれないですけど、シーズンまだ長いんで、一緒に最後まで戦ってほしいなと思います。で、みんなで最後まで走り切るっていうことを彼らは体現してくれると思いますし、それを結果につなげる努力はみんなしているので、これからも一緒に戦いましょう。